さあ、久々にスタンディングで連戦するわ。いや、マジでヘルニア今痛いからな。最悪や、飛行機が地獄になった。よし、これさすがにちぎる。この鶴亀の見せ方はちょっと見せた気がする。逆にもつなげよう。待って、混乱してる。人が混乱してるところ、茨は打ってはいけません。よし、やるぞ。メリちゃん土台。なんかこれ違くない？いや、よし、まあ、ちょっとね、また仕上げていきたいとこですね。くださいちょっと。相手全部出ます。どう、赤が2つくるか。これは同時期しようかもしれない。ミスった。ミスったけどな、入らん。ああ、難しかった。ルート取りが。まあ今のはね、ああいう置き方するしかなかったな。はい、こんばんは。ういっす。よし。待って、連鎖ミスってる。だけど相手も結構大変ぞ。お互い大変なんで、いいでしょう。これ打つよ。急に本戦する人になった。逆に刺さるか。よし、俺の7連鎖本戦で刺さった。まあ飽和したんでしょうがないと思います。土台早く連鎖を完成させるのを見据えすぎてるから、もうちょっと遅らせよう。これも同時期した土台や。茨系か。OK、ここまではよくて。待って、なんでこんな残し悪くなった。待てよ、考えろ。全然わかんない。考えてもわかんない。赤あれか、揃っちゃったんか。これはでかすぎる。もうちょっと短くできたら強く。大勝利。ちょっと変速系でいくか。今3列目の方が良かったかな。
あれ2度目になるか。あこっち。やられました。いや普通に、いや一応いいわ。ですけども、発火点をちょっと変えることによって発火点、まあ、キープ4の位置を変えることによって 10、 11、 12、 13、 OK。 はい、で勇者伸ばしするしかなかったやつやな。もう全部来る前提みたいな。ちょっと待って、右から左から打とうと思ったらもうフヨカ右に行っちゃった。考えてる間に右から、うん、やっぱ折り返しの一手だったかな今のは。まあこれも相手のセカンド次第、完璧に決められたら勝てない。嬉しい。パーフェクトセカンドされたらああいうの無理やからな。
反応速度の問題だ。まあ打ちます。上の赤飛んで、上の赤飛んだらどうなんだ、相手俺がサイスクだと思ったパターン、まあ、ちっちゃくはないね。それ結果オーラ、うわ、ごめん。まあ、キープを置いてる思ったから OK。 怪しい、今8-1引いたからだったもんな。怪しい試合だ。第2は、まあとりあえず折り返しをもうちょっと安定させたいな。いいのかな、いや、よくないな。よくはない。すいませんでした。ちゃんと見切られました。何をしたいと見切られました。キープ乗ってるのか分からんかったし、そこまで相手見てなかったから何が起こったか最初分からなかった。いやーちょっと待ってね、分からんかったね。
まあまあとりあえず発火することに価値はある。後ろは何もないけど、わあ抜かれた。アイテムまあ、なかったか。やったまあ右上一回消すしかなかったな。あれ、うん、消したら多分速本線かぶせきつかったから。よーし、撃てた。ナイス。まあさすがにもうこれはそこそこ強い。まあ、シンプルに飽和したので、チャレンジャーズって選んだ。やった。 OK、 ナイス。待てよ、一回をつけ。いや待って、こんなしてる。茨で結構プロ使ったから、まあそんなめちゃくちゃ有利ってわけでもないけど、相手の連鎖日が難しい。めちゃくちゃ難しい。さすがにあれ消えない。OK、 よし。シンプル寄りの方がいいかもしれない。
やだやだ、ああそこに落ちた。ああ逃げ切りたかった。まあ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 、相手がちゃんと凝視してきた。くさ、え、待って、ずれた。もうやめてよ。残しても良くない状況だな、勝てんわ。に強い。まあまあまあいいよ、余計なことしたけど。セカンド組まれちった。冷静沈着。なんかずれるな、なんとかみたいな。
あー操作があるか。そっか。いやマジ全部出てる。そうね、PS4 のあれか、あれになった。いや、わかんない、違う、天の位置か。ここか。ああ、これだ。すべてがなくなったどうしましょう。おお、あ、言うて引ければ、ちょっと手順違ったと思うけど、なんとかなってる。これは下から行こう。あ、違う。的に難しかったっちゃ難しい。一応帰るけど、あんま回収率高くない。マジ一応帰るって感じだな。回収率が低すぎた。15。
10万、15年経ってんだよ。10万3000点だいぶ効率いい。まあプラス1連プラス1連も回収をもうちょっと考えてるから。壊れ系本戦ってのは強かったかもしれない。できたことを感謝していこう。逃げ切れたからいいよ。大勝利。くそ。この微妙な差をどう見ていくか。やっぱなんか上部まで行って細かいことやったら、脳の処理速度的に追いつかずに負けるずっとやってるから、あんま高いところまで戦うべきではない。ある程度行ったら打ってもいいかもしれないな。相手の火力はそこそこあるけど。止まってんかい、わからんかった今。止まってないと思っちゃった。やだ。あ、上部戦あんけど、まあ、行っちゃうな、上部で。まあ、てか余計なことしてるから。余計なことしちゃうよな、これ。次第だな。一応どうこれ。有利とまではいかんけど、まあ戦えるぐらいか。
ゃんと不利だったわ。うん、いけたかな。いや無理だよ、なんかそれ以前の本戦の問題だよな。よし、パワーで勝ち抜くモードに行きましょう。逆に相手も一回消してから伸ばしてやるから、あーつもい、あーうー怪しい。大勝利、怪しい試合を取っていこう。繋がってたかちょっと分からんけど、なんかあの変な色の吸い方されそうな位置関係だったから、そこはちょっと分からなかったけど、まあいいや。手段は問わない。もうすると大勝利。真裏を作ってみたら結構面白い仕方だ。あれ間違えてた、繋がってる。あれだけど、まあまあまあ、まあ、相手はしっかり出てた。いやー繋がっとったけど、まあいいよ、そんな悪くない。面白かった。キープ用の位置を把握して、
あ、しかもそこ飛ぶか。もっと飛んだ。あ、やばいやばいやばい。これはね、まあ、刺されば嬉しいぐらいしかない。ナイス、いいよ、いいぞ。何でもいい、手段は何でもいい。本数を取ろう。あれ3連3だろ、あー5連鎖になってる相手、うまい。それうまいわ。やられました。これだけしかない。ワンチャンある。やることやった。あと大盛り。あー全然入れば全部繋がってもらう。難しいやつやった。ちっちゃいんですけど、さすがにやばい。よしよし。さすがに言うと、ちょっと紫は来週するより81と強いから大丈夫。
つ。オーケー。ちょっと隙あるけど、お前とも攻めてはないから大丈夫だ。ゆっくりチェック。あーもうこれそのまま打ったけどやばーセカンドで頑張ろう。あー難しい。相手も伸ばしたいよなあれ。てかアーバ取るから一回消すのか。おっ消さなかった。取る取るに気づいた。よしぞ。赤が飛ぶこう普通にやったら青が飛ぶことに気づいたからちょっと短縮するかもしれない。よし、よし、いいぞ。手段は飛ばない。速攻勝率あんま高くないか気をつけて。逆にですか。よし遊び心。ちゃんとキープ抜けられたからあれ打たれたきつかった。警戒してるからこその逆にです。心理なさそう。素晴らしい冷静。最悪の消し方した。一番メリットのない消し方した。いや、不要が、不要がただあるだけ。それ、ああ、待て待て待て。ミスだ。何つかこれ、わかんねえ。何だ、ぶつおん。まあ結果的、結果的って感じだなこれは。オーケー。ナイス。
連鎖つないでるけど、あれか、ここで、あー待て、あれね、気づいた、無理だ。まあ、言うてこれどう、最後同時消し、いや相手の方が有利なんだけど、そりゃ、あー全部いられた、まあ相手の形の方が良かったな。まあ対応手はもうちょっと用意すべきだった。デミの特攻みたいなことした。大勝利。逆にバラみたいな。よろしくお願いします。2セット目どうしようか。2セット、まあまあ今日なんか細かいこと考えるよりもまあやりたいことをやってちょっと相手をまあ見るべきところで見るみたいなあの感覚をちょっとずつ掴んでいくか。もうちょっとやってからないと課題も何もないかな。まあ連鎖の組み方で折り返しからなるべく置くぐらいか。とりあえず打つだけです。やべ、全然消えねえ。連鎖日も考えるようなかった。よし。ああ今のはちょっと待ってないけどこれワンチャンある。あーダメか。だいぶ打たれそう。打てなかった。まあ、とりあえずボアスだった。なんもかな、まあ、一応戦いをするぐらい。不要がない。でも相手も打ちづらくなってるか。じゃあいや、2W 打ちたつもしてない。ダメじゃない、あれ。お、これ逆にチャンスか。あ、まあ痛いで。一旦
対1なんで。は？これ2しかない。なんだこれ。そう。シアミ出すから100ビス出すから。世界は平和になった。需要と供給。それしかなかったな。どっちかというか形が悪い。無理やりパワーとかいう以前に形の問題だった。シンプルに強いやつじゃん。待って待って、だこれ落とすのか。あーいやけどちょっと伸ばさなくてよかったからな。伸ばしたんか俺か。
すいません。あと途中の置き方もわからんくなったけど。よし。嬉しすぎる。あれは消される前に消すわ。 OK。 大勝利。カメラ全消しはなさそう。冷静沈着、ぷよぷよプレイヤーだった。あー、一応まあ全然返せた可能性もあるけど、ほぼきついけど、なんかあっからイムズのエリドンチ姉さんみたいに撃たれたらワンチャンマジで返ってくるからな。 99% ぐらいないけど、もっとないかも。バリバリの最速読みだったはずだから聞いたよねって感じ。許されろ。あれどうなってんだ。リクエストレベル6、7、8、9、10、11、間に合った。まあちょっと上の赤3連結は悲しいけど、それ以外が大体消えるから15択ぐらいか。10だろうか、10だろうか、10だろうか、分かんねえ。あそこで選ぶんだね。でかかったんでよしでしょう、よしでしょう、いいでしょう。
俺が悪いよ。あんま戦いたくないところで相手に仕掛けちゃった。こんにちは言ったら、それあかんよねって怒られたわ。ちょどうしようこれ。まあさすがに無理や。ちょっとあれからはどうしようもできん。さすがにむずいわ。サビ側に寄りすぎたな。多分言われたらまずい。一応平和ルートできた相手もあれ一応これはそうか。やばい。見事に。難しかったな。どうすればよかったんだろうかって感じ。いやーこれやっちゃった。完全にやった。あこれ伸ばしきってやつしかない。あー無理や。どうしてこれ。いやこれもう打たれたら負けや。なお強いなあれは。どうしてきた。なんか見えるとこした。あれ上から飲んじゃった。あれやばいんだよね。仕掛けが、まあ、関係なく入ってるか。どうだあれ。結構エグいって言ってんだよ。めっちゃ今急いで間に合っただろうな。いやー相手、
いや、もう信じてよかった。そうだから、どっちにしろ全部繋がったら負けだから、信じて伸ばすしかなかった。なくしよっか。はあ、死ぬ。来てはいる。この命大事にしていこう。いや無理や。いや無駄に飛ばしそうとしちゃったからね。気取られちゃった。よし。開始の方は数を逆に打つやつ。やべえ、方は越してきた。俺が持ってた方はと全然違う方を出してきた。やばい。方は見切りました。見切り失敗しました。まあいいんじゃないですか。変えた、やめて。でもどうしようマジで。わかんない。いや、わかんない。ちょっともう消すか。相手混乱せんかな。まあ一応混乱したよりではあった。これでもう一回紫引いてる。今のは勝ってたらラッキーぐらいだから。2段階、2、3段階ぐらい教師が必要。激ムズ、最高難易度級だった。かわいそう。ようなスコア線になってる。趣味は茨。趣味は3連。やばい。It's
あ、そっちから消してくるのか。なるほど、そっちから消して紫を引いたら勝てるのか。うわやられちゃったな。ちょっと今想定と違っとった。なるほど、賢い。くっそー、やられたわ。相手の方が冷静だった。ここにダンス発生させて耐えるっていう策を取ってくる来たのかも。あーやめて。あー流れ取られてるよ、まずいよ。回したらいけんのか。そうしたらよし、まあ形がこっちの方が良かったやつだな。今のはシンプルに LLR 今度こそシムから取れるか。お前シムの時の勝率めちゃくちゃ悪いからな。うまいこと立ち回られてんだけど。あ、やばいやばいやばい、だから本戦だな。あー待って待って、え、今もう分からなかった。全然分からなかった。じゃあね、くっそー、なんか繋がってるの見えたし、ちょっとあの真ん中の紫を見て満足してた。それより手前を見ないといけなかった。浅い要所しちゃったね。これを埋めずに行った方がいい。逆に普通に行くってことか。あそこでもないか、青。ああ、そのルートだったら強い。青多重からの組み替えされたら多分わからんけど。あれはちょっと掘るの時間かかるぞ。よし。強い。一列目黄色紫赤が紫で全消しか。冷静沈着だ。めちゃくちゃ火力出るけどもちゃんと戦える形。
ああ、素直に使え、最速とこ。リクエストです。いやー、これ緑入れないときついよな。うわー、入れなかった。入れたかな、今ホットか何人だ、たぶん最低限緑緑やったら有利ぐらいかもうちょっとその手前に見せない。あーけどな、置けたんかな。まあ、ちょっとその順次第では置きやすかったんだけど、難しいパターンで。取られてる。結構遅かったと思ったら相手繋がってない。なんか俺の業者がうまいみたいになった。僕の業者はうまいです。あ、待って、この2年差ミスった。追い詰めてる、追い詰めてる。逆にした方がいいのに。まあ、なんか善と多難って感じですけど、勝ったんで良しとしましょう。対策のタイミングもかなり良かった。まあでもでかくもいく、まあ打ったらかぶせてまっか、きついか。いい対応持ってたから。
ちょっとね、難かったね。あれ、ちょっと大丈夫で刺さるもん。持ってない。これは、綺麗なはずやな。もうちょっと最後8位で読みよかったな。もうちょっと時間かかるフェンスだったから問題だったら、まあ、あとは相手のセカンドがどこまで決めるか、ちょっと迷ってる。よし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 、あーこれはちょっと相手のセカンドが噛み合ってラッキーだ。噛み合ったらきつかった。そもそも81のツモが来たのが嬉しかったね。めちゃくちゃ。伸ばし切ろうとしてるのめちゃくちゃ見られてた。逆に利用してやろうと思ってたけどちょっとダメだった、まあ、うつも依存な動き方をしようとしたからな。まあしゃあない。一応セカンドフォーム。めっちゃ効率いいわけレアがいたら。よし、まあそっから赤ゾローみたいなの来たらちょっと話は変わるんだけど。手段を問わないぞ。大勝利。本数を取る。まあ2連って面白いな。あーやーこれ時間かけすぎた。やべ、待てよ、考えろ。まあさすがに落ちてた、まあちょっとなんか想定とは違ってたけど、まあ、おうちも思ってるらしかったけどまあまあいやいや、まあちょっと怪しみだったかな。
あ、待って、これは甘いな。これは考えてない。できるだけ消して、うわー、切るぞ。ドラちゃんで。ないか。あー、甘えたな、今のは甘えましたね。やっちゃダメですね。余計なことですね。まあ、どっちにしろ連サビ側に寄りすぎとったから、あかんかったけど。同じような対応。血を変える。よし。あ、待て、違う。違う。確かにそうだ。あ、待て、これ2人や。あ、何？繋がってるよね、さすがに。さすがに繋げてると思う。繋げなかったら相手の作詞です。あー、終わった。結構かった。ずれたな、さすがにきついな、今。結構むずいずれ方した。系の形に行こう。ミスってましたけど、まあ、どっちにしろ俺の負けだわ。繋がってても俺がきつい。うち
嬉しい。まあ、正直、うーん、うーんって感じ。まあいいよ、本数を取られたことが素晴らしい。いやー、ちょっと甘かった。6連だったら確実だったんだけど、5連はちょっと相手の置き方次第でいってたのか。あ、何やってんの俺。あ、ちょ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 、やばい。あ、気合売るよ。気合だ。気合売れるしかねえもん。いや、それはさすがに無謀っすね。何やってんすか。心の甘え。消したら楽になるという心の甘えです。戻しつつ、でもあれは一回なんかしてくる形だから、8って引かれた。あれ今、ああぶっ飛ぶ、うん、わかんねえわかんねえ。まあいろんな、あれ青がダブルだったのかな、ちょっとわからなかった、見てなかったし。真ん中はぶっ壊れてるけど、まあ普通に言ったらきついターンだな。なんか来た、ちょっと待って、やばいよ、それ出てやばいよ。あれ飛んでない、あ飛んでない、飛んでるけど、あー分からん、いけ、頑張れ、頑張れさ、頑張れ、俺は信じてるぜ、めっちゃ頑張れさ。やらかした、緑飛ばしたらダメだよ。ミスった。え、飛んでない、何、え、むしろ入った、え、よし、狙った、うん、狙ってました、完全ですけど、まあ、しかも、はい、ちょっと待って、もう混乱してる、一回落ち着こう。ちょっと待って、本当によくわからん、ちょっと待って。とりあえずなら本線はあるから、あんま変なことせずに。慎重にいこう。OK、大丈夫。取れる？ああ、ずれた。致命的だ。消し系だから結構やっかい。リクエストです。
あーでもあくそちょっと連鎖のやり方今初手ぐらいミスってたかな。どっちだ。攻めてあんま来るくなさそう。油断したら攻めてくる。あれ全部攻めるか。さあ取り切れるかそれとも先に取られるか。油断はせずに。まあでもこれ相手依存にしちゃったらなどうなるだろうな。まあ同時消し系ではあるけど、よしよしよし、うわあと3本。して相手本戦もうこれ打ちます。オーケー、いいよ。これ連結には強そう。来た。リクエストです。本数が取れればいい。取れればいいな。Thank you.
グラチュエーション。助けてー。 OK、 ありがとうございました。よし、大勝利。グッドゲーム。